世界の変な校則。今回は私が世界の面白い校則を集めてきました。面白い校則を集めてみました。いや、正直日本の学校に行ってショックを受けたんですよ、私は、うん、俺も日本の小中高出てショックを受けてるから。でも俺の高校は厳しくて有名だった。周りでも厳しくて有名だし、大学の頃に俺が行った高校の校則の話をすると、まあまあみんなに惹かれる。あ、同じ中高めっちゃ惹かれる、うん、同じ系統の学校とかでも惹かれる、うんうんうん、そんな感じで日本もかなり校則は厳しいと思ってるけど。そうで、私はそこでカルチャーショックを受けたので、うんうん、世界のね、他の国もね、いろいろ実は校則変だったり厳しかったりするんじゃないかなと思って今回調べてきたので、うん、10選、世界のいろんなところからね。そう、アメリカだけじゃないと今回は。そう、面白そうじゃないですか。いや、アメリカも十分面白かったんだけど、うんうんうん、なんかせっかくなら皆さんにもいろんなカルチャーショックを受けていただいて。そうだね、これを校則にするのみたいなのもあるわけでしょ。そう、あ、楽しみだね。じゃあ1個目どうぞ。1個目はアメリカなんですけど、アメリカ廊下に出るときに許可証を持ってなきゃいけない。許可証を持ってなきゃいけないんです。そう、ホーパース。どういう時に持ってなきゃいけないの？基本的に授業の間の移動時間とかはもう決まってるから、それ以外の時間帯って生徒が廊下を絶対歩いてないの。まあ、確かに歩かないはずだよね、うんうん、それなのに歩いてると授業はサボってるとか、うん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 、悪いことしてるって思われちゃうから、はい、すぐに校長先生のところ行きなさいみたいになっちゃう。あ、そうなの？悪いことするとアメリカでは校長先生のところ行くの？そう、パーパースっていうので、うん、例えば授業中にちょっとどうしても手洗いたいとか、うんうんうん、なんか水飲みたいとかっていう時に、体調悪いとか、そう先生に言うと首からかけたりとか、まあその学校によってちょっと違うんだけど。あ、そうなんだ。それもらうんだ。そう、もらう。で、廊下歩いてて他の先生に何やってるのって言われた時には、うん、ちょっとお手洗い行ってるんですとか、ドヤ顔で見せられる。そう見せられる。持ってますよ。そう、っていうのができる。基本的に、まあ、小学校もあるところはあるんだけど、うん、中高からが基本的に。あ、ちょっと上になってからなんだ、あるのは。あ、そうなんだ。でも小学校からこう廊下で一人で歩いてると、なんか声かけられる。先生に、どうしたのみたいな、大丈夫とか。回ってる人がいるんだ。その時間に授業やってない先生とかがちょっと歩き回ってたりとか、うん、見回ったりしてるんだ、ね、そう、ジムの人がちょっと見回ってたりとか、はいはいはい、そんななんかめっちゃ監視するような感じではいないんだけど、うんうんうん、なんか校長先生とかもちょっとこう見回ったりとか、お散歩気分で。そうっていうのがすごい普通で、だから生徒がこう歩き回ってると、どうしたの大丈夫みたいな。なんか理にかなってるね。そうね、うん、生徒が一人で歩いてると、うん、なんか心配みたいな感じで、そういう文化がもともとあって、でも日本だと全くないなって。ない、聞かれるかもしれないけどね、先生、うん、許可証がないだとかはない。そうだよね、しかも、うん、ほとんどみんな出ないよね。出ないね。出ない。なんか休み時間に行きなさいとか言われたり。そうだね、あんまりそもそもいないしみたいな。こう授業によっては移動時間が変わったりとか、たまになんか日本だと2つの授業、わかる、なんか連続してたりとかするときに、うん、みんなとは違う時間に移動したりとかちょいちょいあったけど、うん、アメリカの方がそういうの少なかったわなって。なるほどね、だからそういう決まりもあるのかも、ね、そうみんなで行動しなきゃいけないみたいな。うーん、1個目はアメリカということで、Kの体験談も含めてありましたけど、はい、ここからはKの体験談も含まれてるの？ない。どっち？ない。クエスチョンマークあったけど、ないの後ろに。じゃあ、2つ目、お願いします。どうぞ。フランスでケチャップ禁止。ケチャップ禁止？そう。ダメだね。学校で食べちゃいけない。そう。学校でケチャップ食べちゃいけない。なんで？そもそも糖分量がすごい多いんだ、ケチャップって。だから子供にそのケチャップは良くないっていうのと、ちょっとアメリカナイズされないでほしいみたいな。あ、そうなの？うん。なんかまあ、一応非公式。あ、かっこみたいな。かっこみたいな。あ、なるほどね。そういうのもあるかもね、みたいなの。まあ、あるんだけど、うん、まあ別にそれを言ってる。公に言ってるわけじゃないんじゃないと思う。なるほどね。まあ確かに、ケチャップといえば、ジャンキーみたいなイメージはあるから。そう。だから、いろんな食べ物にケチャップバーってかけたりとかしないように、どうやらフライドポテトだけはいいらしいんだけど。うんうん、どういうことフライドポテトにケチャップは許されてる。許されてるらしいんだけど、他はダメらしい。ちょっとなんだその。曖昧なんだけど、そうなんですよ。っていうちょっと謎なルールがあって、うん、ちょっと謎すぎて笑ってた。謎すぎるね、確かに。でもケチャップ禁止って言われてもなんか別にいいやって思っちゃうな。ね、日本だと思っちゃうね。感覚だと。お昼でケチャップってなかったもんな。多分なんだけど、そもそもなんか食べ物を家から持っていくのがあんまり主流じゃないらしくて、フランスは。ああ、そうなんだ。だからそういうカフェテリアにケチャップを置いとくっていうことが多分禁止されるっていうことなんじゃないかな。そもそもそこに置くのが禁止なんで、うん、持っていくとかそういうんじゃなくて、そう。そういう文化がもしかしたらある。
そう。いけないから分からないです。そう。憶測ですが。でも、衝撃的な憶測でした。じゃあ次行きましょうか。はい。三つ目。はい。親友作るの禁止。イギリス。親友禁止令があるの？はい。イギリスだよ。そう。ハリーポッターもダメ、大丈夫なの？ダメなんですよ。あれダメなんですよ。いじめられたりとか、はぶられちゃう子をなくすためとか、こう、傷ついちゃう子をなくすために、なんか親友みたいなのを禁止。え、それさ、効果あるっていうか、健全なさ、子供たちのこの成育を妨げる気がしちゃうんだけど、そういうわけでもない。いや、私もそう思って衝撃的だったから、今回持ってきた。なるほどね、なるほどね。そういう仲間外れとか、うん、そういう価値観を植え付けないようにみたいな感じなんだけど。だから、とにかくこう、はぶかれじゃありがないけど、いじめられちゃうような子を作らないっていう目線でイギリスは見てるのかもね。そう、でもそしたら、親友禁止っていう結論に至らない気がする。そうそうそう。なんでそこって思うけどね。ちょっとずれてる気はするんだけど、ね、うまくいってたら面白いよね。でもなんかさ、親友になっちゃうよね。なっちゃう。禁止とかじゃない、それって。うん。気が合っちゃうんだもん。合っちゃうんだもんね。それ親友になっちゃう、うん。僕たち親友って言ったことないでしょ、その女に会って、出会ってするとか。なんつうの。はい、私たち親友みたいな。ないじゃんか。別に仲良くなって結果的に親友ってそう言えばみたいな。うんうん。だよね。でもイギリスってさ、変な校則多いイメージがあって、うん、エマ・ワトソン、ハリー・ポッターの、ね、ハーマイオニー役の子が大学に入った時に、うん、すごい校則がいっぱい大学でできて、うん、親しい人以外、エマ・ワトソンに話しかけるの禁止とか、あ、彼女に声をかけるの禁止とか、なんか写真を撮るの禁止とか、なんかそう、結構あって、恋をするの禁止とかもあって。めちゃくちゃあるらしいからね。確かに。でも、それがないと学生生活送れないもんね。あそこまで有名になっちゃうと。うん、マトソンが学校にいたら気になっちゃう。声かけちゃう、ね。かけちゃう。でも、それ禁止って言われると、ね、確かに、かける視力になるけど。国内のスターじゃなくて、世界のスター。世界だからね。余計なのかもね。ね。ということでした。はい。イギリスの変な校則でした。はい。次行きましょう。4個目いきます。どうぞ。イギリスとオーストラリアであるらしいんですけど、またイギリス登場です。赤ペン禁止。赤ペン禁止？そう。丸バツの？そう。ええー？先生が赤ペン使うの禁止。マジ？え、何色使ってるんだっけ？緑とか使ってるらしい。キモ。で、理由がなんだけど、赤ってネガティブなイメージの色で、そのネガティブなイメージになっちゃうから、ポジティブなイメージをつけるために緑とか。結局さ、緑でバズだったら、それがさ、プレッシャーになるじゃんね。ネガティブなものが血の色とか、なんかそういうちょっと悪いものにつなげがちだから。なるほど。できてないみたいな感じのイメージになっちゃうから。止まれとかってさ、日本も赤だったりとか。ちょっとネガティブか。でも確かに赤ペンって威圧感あるよね。ちょっとある。プレッシャー感じるよね。うん、赤ペンでバッされるとさ、お前はこれを間違えたんだよみたいな、このパワーを感じるよね。確かに、その色がピンクとかになっただけでも、バツでも、おぉ青とかの方がさ、確かにそうか。言われてみると青でバツの方が気にならないかもな。先生からの話。あとさ、目立っちゃうんじゃない？赤だと妙に横の人のやつすぐ分かるよね。そうそうそう、あいつあそこバスだみたいなね。あ、確かにそれが見れるとか合うだとちょっと目を殺さないと見えないかも。ネガティブなイメージをなくしていこうっていう、うん、多分なんだけど、ゲストに対してのネガティブな、まあそうだろうね。ダメだよね。いろんなことを試してるのかもね。そうだね。フェーズ的にね、これが正解ってわけじゃなくて、うん、いろんなこと試してやってるっていうのが今プレッシャーから解放されてるのがイギリスとオーストラリアだそうです。あ、そうです、はい、赤ペンにプレッシャーを感じてる方はぜひイギリスかオーストラリアか、もしくは青で採点を確かに、うん、そういえばなんだけど、うん、アメリカでは何色とかでもよかった。上手にできたとか、結構いい点数取ったっていう時に、うんうん、先生めっちゃステッカー貼ってくれる。へえ、そうなんだ。シールいっぱい貼ってあるみたいな。そうなんだ。だからなんか赤とか色とかよりもシールみたいな。へえ、そっちなんだね。じゃあ次行きましょうか。はい。5個目です。どうぞ。ブラジルで男子生徒のポニーテール禁止。うん、なんかリアクションしに行く。リアクションしに行く。男子生徒ポニーテール、なるほどね、うん、まあそういう時代だよね、うん、あの理由としては、うん、女子生徒と見分けなわけねえだろそんなことある？ないそれ先生失格じゃない？ちなみになんだけど、ちなみに、うん、後ろから見て見分けつかなかったとしても、うん、それが何の問題になるのかがわからない。わからないよね。その生徒一人一人の見分けを後ろから別にできなくてもよくない？いい、別にいいと思う。わ
かんないね。またここにもこのブラジルの文化が含まれてるんだろうね。そうね、ブラジルに住んだことある人に、なんかちょっと教えてほしいね。ぜひ。でもこれどうする、あのブラジル国内でもさ、その1校しかやってなかったこの。あ、可能性あるあるよね、このサイト。そういうのはありそう。だってなんかイギリスのね、親友禁止でもなんか全部じゃないみたい、うん、あ、そうなんだ、うん、あ、その一部のって感じなんだよね、うん、これももしかしたら部分的なやつかもしれない。海外の最中だから真意は定かではないっていう、そう、これがまた難しいところなんだけど、でもちょっと面白いよね、うん、面白い。一人の先生がだよ、後ろ見分けつかねえよ、ダメって言ったんだろうね、うん、そこから校則になったんだろうね。すげえな、決断力すげえ。ふざけてる、本当に。自由にしてよ、髪型。いや、でも日本もダメだ。そうだ、そうだ。よく考えてみれば日本もダメだよ。だって日本だと、今の髪型、俺、大丈夫だと思うけど、ここ長いのダメだった。女子、坊主ダメだったよ。いや、私、びっくりしたんだけど、校則に書いてあって。あ、本当？坊主禁止だった。女子はね、俺、あんまり覚えてないけど、こういうのダメだった。あー、触覚？うん。触覚ダメだった。私の学校の校則は肩についたら結ばなきゃいけなくて、うん、そう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 、胸ポケットより下だったら三つ編みにしなきゃいけない。三つ編みやってる人いなかったけど、やば、よく卒業したね、その高校ね。いや、でも私超真面目だったから、むしろそれを校則みんなやってるかどうかチェックしてるから。絶対できないじゃん。私結構制服別にスカート短いのがいいとかっていうのなかったから、制服着た通りに着てたから、すごい先生たちから好かれてたよ。しかも三つ編みとかこう胸ポケット過ぎたら三つ編みとか、先生たちもそこまでなんか言うほど気にしなかったけど、私やってたから。しかもメガネかけてるし、もうめっちゃじゃ優等生みたいな。そうそうそう、学校のポスターとかに書いて。敬語こい。別にそんな意識してるわけじゃないのに、ね、わざわざ崩すのがめんどくさいから言われた通りにしてたらなんかすごいね。優等生になった。おもろ、成績の悪い優等生。じゃあ次行きましょう、ね、うん、要するに日本も髪型厳しすぎる。厳しいよ本当に、うん、ブラジルのことそんなバカにできなかった。全然日本の方がやばい。なんでもなかった。髪型なんでもなかった。6個目、6個目です、どうぞ。アジア圏の海抜。あー、海抜ね。もうね、そもそも英語圏とかヨーロッパとかは今もう海抜も絶対ダメなの。まあね、日本でも最近はさ、特に厳しくなってるよね。なんだけど、中国とかではなんか逆立ちさせるらしいんですよ、廊下で。どういうことをするとされてる？遅刻とか、うん、授業中のおしゃべりを。他にも、うん、腕立て伏せとかランニングとか、あ、手を上げたまんまとか、はいはいはい、はい、平手打ちとか、あと中国だと、うん、冷凍の豆の上にひざまずく。ちょっとアジア圏はまだちょっと体罰がそれなりにあるという。なるほどね。で、アメリカは昔はね、定規みたいなので、ビシとか、あ、はいはいはい、あとは黒板に白い点を書いて、うん、そこに鼻つけさせられてずっと立たされるみたいな。かわいいな、なんか。しかも変な帽子かぶさせる。あ、そうなの、今罰受けてますみたいな。確かにアジア圏の方が体罰っていうのはあるんだろうね。ちょっとしたことでも罰がある。そうだね。厳しい、そのアジア圏の方が。アメリカ緩い。こういうのを見るとね、授業中喋ってたら、そう、喋ってる相手と席離される。あー、まあでもそれが一番の解決策だよね。そう、授業放棄する、先生が、うん、それもどうかと思うけど、そう、それもどっちがいいかっていうと、うん、まあなんか体罰はまあもちろんね、うん、いいとは言わないけど、そういうね、いろんな国の文化があるよね。あるね、間違いなくあるね、うん、体罰は日本でもかなり問題になってるからね。ねえ、もうね、回復していく傾向でもちろんいいと思うんだけど、なんかある程度大きくなったらさ、ちゃんとさ、対話をしてね、こう解決した方がいいんじゃないかなって俺は思うけど ね。じゃあ次行きましょう。はい、7個目です。7個目です。どうぞ。フィンランドで、外の気温が、マイナス18度以上だったら、外で遊ばなきゃいけない。以上ってことは、マイナス17とか16度だと、外で遊ばなきゃいけないんだ。そう。寒いぜ。え、なんで？フィンランドの冬はマイナス20度とか30度以下になることが。そこまで行くんだ。さすがにそれじゃあ外で遊べないということで。ちょい暖かいぐらいな。そう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 。遊べと。で、ちょっと遊んで、その過酷な気温に慣れてもらう。なるほどね。なんかさ、ロシアでもあるもんね、赤ちゃんをさ、外に置いとくみたいな。なんか夜寝るとき窓開けるとかあるよね。あるよね。そういう一環なのかもね、極寒に耐えさせるために。でも、私結構日本もそういうのあると思う。
マジ？だってさ、小学校とかさ、めっちゃヒーターとかなくない？ヒーターない。それはなんか違う気がするけど、極寒帯路じゃなくて、なんかまた別の理由な気がするけど、そうだね。でも、うん、要するに極寒に帯路でしょ。帯路だね。しかも、体育とか、半袖半ズボンじゃん。そう！9時とかで、小学生が半袖半ズボンで体育やってるんだよね。なのに先生はしっかり着てこんでんの。うん、あれやばいよね。そう、私はあれちょっと似た類なあれだと思う。確かアメリカなんて小学校5年生の先生だな、マイナスになったらみんなでココア飲めるゆるゆるやん。寒いといないって言われる。ココアーってココアーって、先生がでっかい缶持ってくる。基本的にここまで過酷じゃないけど、うん、日本はちょっと過酷だよね。日本の過酷はなんかそのタイプ先に何かがあるさみたいな、その都市伝説的な。そっちが強いよね。そう、信仰的な部分が強いよね。なのかフィンランドはちょっともう割とかし合理的なのか知らないけど、ちゃんとなんか考えた上でやってる感あるよね。じゃあ次行きましょうか。はい。うん。1個目です。どうぞ。オーストラリアで、むやみにカンガルーを見つめるの禁止。オーストラリアらしい。うん。なぜ？K もオーストラリア留学行ってたんで。あ、はいはいはい。そうか、オーストラリアにはカンガルーいっぱいいるっていうの。そう。私の学校にこの校則があったかどうかわかんないんだけど、うん、でも確かにカンガルーが校庭とかで寝そべってん。はいはいはい。普通にいるんだね、その辺に。普通にいるの。もう学校の敷地内に。うんうん、うん。だから、多分、襲われないようにっていうか。なるほどね。特に赤ちゃんとかがいるお母さんとかは、防衛本能でね。防衛本能とかで、カンガルーに蹴られると半端ないんで。まあ、大きだ。だからそういうのを避けるためだと思うんだけど。見つめちゃいけないよ。うん。まあでも、動物ってさ、黒目が大きい理由もそれなの。黒目が大きいとどこ見てるか分かんないから、対面してないと思っちゃう。それが大事な。人間は対面して目が合っててコミュニケーションを取れてて、目が合うと戦争だーってなるわけ。どうするだからゴリラとかも黒目が大きいのは、その目が合うと戦争しちゃうから、ちょっとどこ見てるか分かんないようにしてるんだけど、そういう理由があるんだよね。だと思う。よりこう身近な動物だからこそ、オーストラリアならではのそう高速って。いやでも確かにちょっと気をつけてた。特に夏場がすごい多いらしいので、私は冬に行ってたから、うん、ほとんどいなかったから、うん、あまり気をつけなくていいよって言われたんだけど、夏はすごい多いから気をつけてっていう話は聞いたことあった。なるほどね。なんかでも俺どっかでなんかイノシシの対策とか聞いたことあるな。イノシシ近くに出るからこういう対策してたとか聞いたことあるよ。あ、本当に。日本でもあるんだ。 あるある。イノシシ出る近くとかはとか、鹿の出る近くとかはなんかそういう高速じゃないけど あった気がする。ちょっと忘れちゃったけど、知ってる方いたらぜひぜひコメントでお願いします。次行きましょう。はい。国柄が出るね、本当にね。この爪、タイなんですけど、はい、毎日違う色の服着なきゃいけない。色を変えていくってこと？そう。着る服を変えるの？色を変えていくらしくて、月曜日は国王が生まれた日だから、黄色の服。うわ、そういうことか。そう、火曜日は、ボーイガールズスカウト用の制服、うん、水曜日は体操着、はいはい、木曜日が式典があるからタイの民族衣装を着てくるみたいな感じで、毎日日ごとによって着る服がある。じゃあ色がとか決まってんだ、曜日で。うん、なんか毎日同じ制服着るよりちょっと、確かにっていうのと、毎日同じの着てちょっと臭いよりいいかも。制服臭い、マジで嫌だった。最悪だった制服。意外と洗えないしさ、うん。あ、そうか。でもそう考えるといいけど、みんな毎日同じか。そっか。まあ日本と比べたらいいの。大変だねーって、ここら辺までって思ったけど、なんか、よくよく考えると、そっか、日本の方が嫌だなってなったね。まあでも民族衣装着なきゃいけないのは大変なのかな。そうだね、なんか着るの大変そうなイメージあるんだけど。ね。日本だとだって着物着ていかなきゃいけないみたいな感じでしょ。そう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 。こういう不思議なというか、面白い校則もあるんだね。ねえ。ラスト。うん。日本です。出た！生徒がトイレ掃除する。あれもなの？結構ありえない。ありえないんだ。そうなの？あんな当たり前のやってるけどさ。でも、日本の掃除ってさ、うん、役割分担でこれ回ってくる。はい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 。ね、週ごととか。そうだね。トイレ掃除嫌だった。最悪だった。マジでやりたくなかった、トイレ掃除。私、ラッキーなことに、うん、トイレ掃除をやる学年じゃない学年の時に行ったの。何それ学年じゃない？学年によって、
掃除する場所が違ったの。なんか体育館とか、そうなんだ、校庭とか。多分4年生か3年生かなんかでトイレ掃除担当みたいな。その回のね、私がいた期間はトイレ掃除がなくて、役割の中で他の学年はあったんだけど、たまたましたことない。日本の小学校のトイレ掃除がどんなもんなのか知らない。これ俺トイレ掃除の嫌な思い出なの。手袋もしちゃいけないっていうような時があったの。トイレ掃除にだよ、みんなのおしっこのところ。ちょっと近くの小学校がそれくらい丹精込めてトイレを掃除しますみたいな動画を作ってて、それを見た先生が感化されて、手袋はしないで頑張ろうみたいな。最悪だった。まあ俺はしっかり手袋してたけど、マジで意味が分かんなかった。私は結構掃除させる文化って、うん、実はいいことだと思ってるの、うんうんうん、ね、結構今世界中でもそれがなんか素晴らしいみたいな、ね、認められてるんだけど、やりすぎはある。あるよね、うん、トイレ掃除すべはやばい。こすってたの手で。わかる？トイレ掃除ってこうやってゴシゴシじゃないんだよ。その人たちが映像でやったのは便器を手でこうやってさ。やだー、え、やばいでしょ、やばい、やばいでしょ。それくらい愛情を込めろって言ってたんだよ。病気になる。そう、衛生的にも良くないの、うん、それに感化される先生も絶対言ってためっちゃバカにするじゃん。やばい。ちなみになんだけど、うん、アメリカの掃除ね、帰る前に、うん、はい、じゃあゴミみんな5個ずつ入れましょうみたいな。めっちゃ落ちてる。一番大きいのを見つけた人が勝ちとか、うん、この色の見つけた人が勝ちとか、私が見つけたものを拾った人が勝ちとか。ああ、ちゃんとゲーム性があるんだね。ゲーム性にしたりとか、よくあった。それはでもいいね。イベント的になってるのはいいと思う。みんな必死に拾ってるから。普段めっちゃ落としまくってるのに。結構すごい、丸々消しゴムとかさ、ペンとかいっぱい出てくる。ええー。みんなすぐ物なくす。じゃあ今回はこれ以上になります。ありがとうございました。